ハリエット・スミッソンハリエット・スミッソンはアイルランド出身の女優、ハリエット・スミッソンとも表記される。フランスの作曲家、エクトル・ベルリオーズが彼女への感情から幻想公共曲の着想を得たこと、また、ベルリオーズの最初の妻となったことで知られる。1800年、劇場のマネージャーの娘として生まれ、1815年にダブリンのクロース・ストリート・シアターで、 舞台デビューする。3年後には、ロンドンに進出したが、イギリスでは成功しなかった。1827年、パリのオデオン座で、シェイクスピア劇の公演を行い、ロミオとジュリエットのジュリエット、ハムレットのオフィーリアなどヒロインを演じ、人気女優となった。ベルリオーズは彼女に、猛烈な恋心を抱き、劇場へ通い詰め、頻繁に手紙を出したが、 まだ無名の駆け出し作曲家に過ぎなかったベルリオーズに有名人であるハリエットが振り向くことはなかった。ベルリオーズは彼女に対して憎悪の念を抱くようになり、それらの感情から幻想公共曲を作曲した。ベルリオーズは1830年、ローマ賞第一等を受賞して、ローマに留学し、作曲家としての道を着実に歩み始める。ベルリオーズは、 マリー・モークというピアニストとの婚約と破談の後、1832年5月、留学を終えて、南フランスの実家へ帰り、1832年11月、演奏会開催のため再びパリへ戻った。同じ頃、ハリエット率いる劇団もパリに滞在し、ハリエットはベルリオーズの演奏会に姿を見せた。この演奏会では、幻想公共曲の再演、 およびその続編である、独白劇、レリオ、または名前の回帰の初演が行われた。ハリエットはこの時までベルリオーズのことは、記憶に留めておらず、この演奏会が、実は彼女自身を主題としたものであることにも気づかずに、出席していた。しかし、プログラムに記された言葉や他の聴衆の中止からこの、公共曲のヒロインが自分であることに気づき、 またこの演奏会は涙を流すほどの強い衝撃を彼女に与えた。これを契機として交際が始まり、翌1833年10月に二人は結婚し、翌年には長男類が生まれた。この頃にはハリエットは馬車から落ちて重傷を負ったこともあって、女優として下り坂となっており、新進作曲家として名を上げつつあったベルリオーズを頼ることもあったという。 事情もある。しかし、二人の夫婦仲はすぐに冷え込み、両者は1840年頃から別居した。1854年に、彼女が亡くなると、ベルリオーズはすでに同棲していた歌手のマリーレシオと再婚した。ありがとうございます。